テレト。お母さんの懐で仲良くミルクを飲むのはメキシコの動物園で生まれた白いベンガルトラの三つ子の赤ちゃん。1ヶ月の誕生日を前に公開されました。20世紀初めに10万頭いたと言われる野生のトラは、密猟や環境破壊で今や4000頭程度にまで激減。特に白いトラはその色が密林の中で保護色にならないためにハンターに狙われやすいなど、自然の中で生き延びるのはとても厳しいと言われています。